ジャッジメント。シムネジャジャス。ここだけ残るか、普通。何の病気だ、これ。目は充血して、どんな病気になったらこんな体になるんだ。病人ってかゾンビだよな、もうこれ。薬でこうなってんのか。なるほどな。病気を患っている人間。病気によって蝕まれているため、病人を人狼が襲撃してしまうと、次の日の夜の行動全般が行えなくなる。基本的には通常の市民と同じ動きを取るが、処刑されてしまっては能力が無駄になるため、襲撃されるような行動が望ましい。で、つか俺いきなり病人使用して進行すりゃいいんじゃねって気がするけどな。俺守んなくていいからな。なんなら俺噛まれてもいいしな。まあでも守り、わざわざでも病人使用する必要になるか。一匹狼1と人狼1と狂信1か。狂信が出てくるかもしんないな。狂信何するんだろうな、これ。なんかロラしてフルオープンでもよくねって気がするね、これ。ロラしてフルオープンで、もうなんか、潰しめて回るみたいな呪われとかも。いいんじゃない、それで。占いロラしてフルオープンはダメ？しょうもないかな。それは勝てそうじゃね？市民釣れば、市民さん出して。あ？占いの、え？いやー。占いロラでよくね？フランク、フェイ、シロで。ミカがサンドロシロ。すげえな、両方刺さったのか。新照明特攻いらなくね？サイコまで釣れますよ。え、てか、サイコ釣る必要あるか？サイコ釣る必要あんの？呪われるし、それサンドラ最後でフランク死んだらどうしようもない。決め打ちできるわけねえだろう。延長希望。延長希望。これさ。例えば今日フランク生かすとするでしょう。その場合フランクは今日は自由占いで、明日結果吐いてから、名は足りんくなることもなくね。よくわからんとはしないけど、じゃあ
ロディ、なんかな、吸ってるだけな気がするな、狂心が。延長希望。どういうことじゃなくて読めよ。なフランクかミカ釣れば。占い好きに占っていい。あと、結局ニックなんでも3での夜には残って占い霊能を見ることになるでしょう。別によくね。これ一匹狼意味ないよな。 LINE の意味ない。 LINE 見えないよね。フランク一匹、サンドラ最高。は30秒まで。フランク占い。10秒前。何が言いたいんだマリア。一匹囲ってない時。微妙。運ゲーだなこれ。フェイに投票しました。は？え？何やってんの。結局ニックのやるのではないの。え？10秒前。ニック盲信。何を言ってんだ。わけわからんな。マリアかゲイルの色見たい。フランクどこ見るんだろう。はあ。ちゃん黒。はあ、黒出すんだ。へえ。
フェイツリー、フランクがサンドラ占い、うん、っていうか、うん、チャンツリ明日、フェイツリフランク特攻、罠がフランクに仕掛けなきゃいけないんだよな、これでも。罠フランクだったら、これグレー守るの微妙くね。フランク守りだと思うけどな。うん、うん、釜ね。フランク1したいだってどうすんの。フランク1したいだったらどうするんだ。占い共振読みでの進行じゃないの、占いまでやりません。意味ないか。それだよね。霊能サイコ置いてるならフランク守りでフランク狼が罠踏む可能性ケアするべき。一匹なら無駄になるという感じかな。まあ一匹なら無駄になるけど、うん、フランク狂信とか見てないかな。フランク死んでも無駄だろう。そうか、うん、うん、うん、フランク1死体のみの時分かんなくなるぞ。そもそもそうだよね。1234567 10秒前。おかしくもないと思うけどね。ゲイル黒あるよね、全然。これフランクだけの死体になったらどうすんの、これ。
サイコ特攻とかの可能性出てくるよね。あ、でもサイコは死んでる。うん、ちょっと待ってよ。フランクだけ死ぬ。フェイがその時はサイコか。フランクだけ死はないか。まあ、つか、罠死とかは一番だるいよね、これ。なんか万が一フランク罠死したら絶望だよって話だよな、これ。まあ、フランクはキッカまあサンドラシーン残ってよかったかな。明日進行するか、病人で出てショーンがパンか。まあ霊能進行でもいいけどね。まあどうせラスールでしょこれ。うん、どうするか。強心がどこなんだろうな。はあ、呪われ覚醒はしてないな。ラストウルフだな。ラストウルフだったらなんか詰めてもいいと思うけどな。使用させて。狂心が病人の太鼓出てきそうだよな。強心か。チャン、ソフィア、マリア。これ別にチャン黒もありえなくもないよな。フランク一匹ならゲイルは村確定のショーンパン屋でしょ。え、理由理由。まあ、占い見る気ないんだよな、マリアとか。ニックに注力してる？占い見る気はあんのかなって感じがする。みんなあんま占い見てないよな、どっちかとか。ちゃん別に白くもないよね。ショーン・ミカエルの殴りは不当だったこと、ゲイル・ロディ・チャン人外とか発言したフランクに芯がないから。ショーンのミカエの殴りが不当だった。フランクのちゃん囲い見るの？黒の黒囲いって何か意味あるの？普通に病人狂心要素で見るならマリアンヌ黒要素。別にフランクのチャン黒出しとか、
ショーン人外見るでしょ、潜伏白人外ってことで狂信でしょ、それが不当な死に下げしてくるから、なんか使用漏れてる、狂信って一匹見れないっしょ、見れないよな、フランクの初日神市アピの考察、病人黒なら知らないけど、理由初日ランについての考察で見かねて、その前に病人黒なら知らないけど、私はやっぱり病人白人が陽気なのでチャンは白、フランクって初日にチャンのフランク死にすぎと言ってるけど、1分前、病人黒なら知らないけど、私はやっぱり病人白人が陽気なのでチャンは白、は？何チャン白竜、ソフィアの、マリア目線おかしくない？30秒前、どうするかな明日、多分サンドラ噛まれるから、ジェシカ強心とするならチャン黒いけどね、ジェシカがそこまで頭よく繋いでくるか、チャン黒ないかなと思ってる、そんなにチャン白させる、フランクの初日白髪一考察が村目だった、マリアの狂信に見える、でもマリアのテニックになんだか絡んでた、覚醒したらめんどくさいね、10秒前、もう運ゲーだよね、2分の1は運ゲーさせられるってことだよね、ジェシカのラインのつなぎ方次第だな、お狙ってきたか、ソフィアでいいんじゃないって気がするけどな、ソフィアチャン白置けた、難しいな、延長希望、延長希望、ニック黒マリア強心、なんで切ったの？
まあ、それだったらかまんか。マリアがジェシカ見直してくるのかな。延長希望、延長希望。わかんないな。ああ。議論の分かれ目あれだな。ソフィアのチャン白置きだな。なんでマリア黒見れたの？なんでソフィアはチャン白置くの？フランクって初日にチャンのフランク新下げとか言ってるけど、それに上乗せして 3D フランク占いでしょう。あー、そこ、まあでもちゃんとそこ言えたからってことか。ジェシカ強心ならソフィア釣りでしょう。病人何で見てる？ニック黒、マリア黒でにチャンを噛むときに、え、そう感じるか。ちょっと待って、マリアが村だったとき、ちょっと待って、マリアが村だったときにチャン髪に違和感持たないの？チャン強心ルートを完全になくしてるけど、なんでニック病黒だったらサンドラ噛まないのって話じゃない？なんでニック黒だったらチャン噛むの？わけわかんなくない？今さら自主化精査とかしだしてるのが意味わからんかな。1分前。いやー、本当にこれなんだよな。マリアただ単に変な人なのか黒なのかわからん。よく残したな。すまん、マリア。すまんけど、ソフィア黒ならマリア残しはうまかったな。これ無理だな、悪いけど。いや、なんか無理、ごめん、ちょっと無理だわ。すまん。黒だから意味が分かんないのか、村で意味分かんない人なのか分かんないけど、とりあえず釣るしかない。すまん。沼考察、ちょっと無理かも。沼だったか。難しいな。この沼は難しいな。相当きついよな。なんかジェシカ精査とかしだすのがマジできつかったな。なんでジェシカの精査しだしたんだ。いやー、マジか。ニック黒ルートもあるが、強心位置不明ってさ、その前に髪の位置の話とかはなんでな、やめちゃったの？ただの変なやつだったか。初日から進行論で、なんか、突っかかってきただけだったな。いや、厳しいな、このタイプのプレイヤーは。やっぱほんと初動で釣りたかった感じだけど、やっぱ初動で釣れるわけもなく、やっぱマリアソフィアとかだとやっぱ精査が難しくなるね。マリソフィ精査だとできないですね。ずっとロックマンだったもんな。やっぱ初動でマリアとか釣るべきだったんだよな。別にでも無駄なはなかったよな、そんなに。
はい、ということで、じじ、バイ。